ポケットモンスターさん、社会人による大人の実況プレイ始めていきます。はい、回収してない。はい、では試練受けましょう。いた、主の間だって。なんか今キラッとした。あれ、気のせい、焦げてねえこいつ。なんか初代のベイブレードの敵キャラとかに出てきそうだよね。伝わりにくい、伝わりにくい例え、ちょやめるわ、ちょ初代のドラグーンの時のベイブレードの敵に出てきそう。アローラに古くから伝わる、アローラに古くから伝わる踊りをガラガラと共に学んでおります。火器の試練、これまでの試練とは一風異なる内容ですが、もちろん挑みますね。もちろんよろしく頼むよ。火器の試練は観察力を求める。1度目の踊りと2度目の踊り、どこが違うのか答えてもらうぞ。では始め。間違い探しだ。はいはい、来る、パン、すごいな。今の踊りの形よく覚えておいてくれ。はい、くる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 ポーン。何が違う、何が違う。真ん中だ、真ん中のガラガラの真ん中、なんかフィニッシュが違うくない。ガラガラ、勝負すんのかーい。いる、今のいる。しかもガラガラかっこよくない、なんかなんかかっこいいんだけど、ガラガラ燃えてるし骨。格闘タイプは有効なんだけど、回復していないのが致命的すぎる。とりあえず一旦回復させて、これ格闘でいいんじゃない。うん、 A 下げられても問題ない問題ない。バブル光線でも抜群取れるし、格闘タイプでも抜群取れる。ってことは、Z パワー、格闘 Z。全力無双激烈拳。全力無双激烈拳。何が違うのこれ。え、何が違うのこれ。え、威力140。なるほどね。あ、これそういうことか。あ、理解した、今。はあ、技があればいいんだ。タイプじゃないのか。タイプもそうだけど、タイプ1で、さらに技もあればいいってことなのかな。じゃあ、絶対下の方がいいじゃん、これ。瓦割りバージョンの、全力無双激烈拳ね。うん。これ、角1じゃないこれ。効果がない。なんでゴースト入ってんのかな。あれあれ、エテの勘違いか。じゃあ追い打ち。勘違いか。骨コンボまずい。耐えれる、耐えれると、耐えれるよな。耐えれる耐えれる、もう一発ぐらいは耐えれる。ガラガラに進化すると火炎車。あー、死んだ臭いな俺。耐えない、くそー、ごめんごめん、すまねえ。じゃあもう複スローのね、葉っぱカッターで倒そう、うん、ちょっと待って、火炎車やばくない。ま、先に倒せばいい、それだけのことだ。アンズルなかれ。ちょ、タイプがもう訳が分かんなくなってきた。あれ、抜群取れない、なんで。あれ、ガラガラって地面入ってなかったっけ。まあゴースト入ってんのは確定でしょ、格闘効かないんだもん。
悪抜群取れたし、ゴーストとなんだ火金縛りとかやめて。水盤魔は無理だろう。葉っぱカッターでとりあえず行こう。尻尾振る、尻尾を振る鳴き声骨コンボを火炎車。まあこれで落ちるでしょう。あーあと一発。耐えたー耐えたー。火炎車が正直怖かった。うん、ちょっと苦戦しましたね。正解に喜んだガラガラは嬉しくて戦いたくなるのです。では2問目参り、まあ2問目とかあんの。覚えて、はい記憶しました、はい記憶しました、はいはいはい、なんでおっさん、アロラおっさん、山本君大地友達かな、友達、柿の友達かな、うん、ブーバーじゃん、ブーバーブーバー。どうしよう、水手裏剣で角一です、さよなら。ブーバー雑魚、ちょ上司に言っとくわ、ブーバークソ雑魚でしたってブーバークソ雑魚でしたわ。ゴンベ15、本当はねこのサンムーンが発売するまでにオメガルビーで勝負しようねっていう話でしてたんだけどね、上司と。結局できませんでした、うん、正解に喜んだ山男は嬉しくて戦いたくなるんだ。知らねえよ。では最後の踊り参ります。おい大地、お前大地こらふざけんなよ大地。もうなんか新しいのが出てきたよ。だいぶ気持ち悪い、ちょっと細いやつが出てきた。大地の後ろのなんか細いやつ、主ポケモン、黒いポケモン、見知らぬ、全部正解やないか、これ全部正解じゃないか、これ。もう主ポケモンでいいんじゃないこれ。毒毒。気持ち悪い。エンニュート。このポケモンは人気ないだろうな。人気なさそうだな。なんかリザードンのなんか栄養出張バージョンみたいな、栄養出張のリザードンみたいな、ちょっと成長しきれませんでした、羽生えませんでしたみたいな。かわいそう、かわいそうだ。スーパーアクアトルネード見せてくれ。いいね。もうこれ多分火っていうか確実に火は入ってるでしょう。炎タイプでしょう。いかつ。エンニュートは倒れた。うん。アブリ19。アゴジュンムシ20。よくやった。
アゴジムシ進化。やっとか、20ってことは2進化ぐらいなのかな。こいつは虫タイプだしね。虫タイプって大抵3進化でさ、結構早めに進化するとエテは踏んでたんだけどな。近くなっちゃった。電池虫、漂う捨てもん感。あ、三進化か、三進化だ。電磁虫、うん、もうちょっとけどあれだな、エンニュートの見せ場作ってあげればよかったね。ちょっと申し訳ないことしたわ。充電、充電はね、確か一旦消費してその電気の技の威力上げるんだよね。まあこれはちょっと必要ないな。ちょっと技構成がね、今いい感じすぎて、どれも消せない。うん、充電はまあとりあえずいいわ。電気技スカスパークしかないし、てか電気虫タイプって結構珍しくない？いた？そんなポケモン虫電気って。デンチュラがいるか。デンチュラ、お見事です。俺らの踊りの細かな違いを見破り、火山最強の主ポケモンを鮮やかに打ち破ると。主ポケモンが持っていたホノオゼット、あなたにお渡ししましょう。ありがとう。これで3つ目かな。いろいろね、カビゴン Z とかいろいろ持ってるけど、ストーリー上3つ目、水 Z、 炎 Z、 4つ目か、4つ目だ。うん、はい、ダサい。もうロックリーじゃん、もうそれ。ガラガラたちよ、ありがとう。帰っちゃった。友になりたいポケモンと出会った時のためにこれを。クイックボール、ありがとう。10個、いや100個、10個ありがとう。なおかつライドポケモンリザードンを、リザードンの力を借りれば行ったところにひとっ飛びだ。う、便利。もうもらっちゃった。空を飛ぶ炎セット、山を下り、キャプテンミニゲートの前にいる試練サポーターに見せるといい。俺らは踊りを続けます。アローラに伝わる人とポケモンの思い、 Z パワーが何か分かるまで頑張ってください。キャプテンミニゲートね。じゃあとりあえず戻るか。なんかここキラキラしてたような見えたんだけど、気のせいか。なんかキラついてたような気がしたんだけどな。気のせいみたいでした。降りましょう。ちょ、リザードン使ったらどうなる今。どういう感じになるの俺。あ、基本的にはポケモンセンターだね。うん、基本的にはポケモンセンターのあるところに飛べれますよ、みたいな、そういう感じだね。キャプテンゲートだから外だね。外の上だ。ここはね、ライドしない方がいいんだよね。段差とか結構あったから。ああ。シュッと。シュッ。スッ。なんかあるんじゃない？ここ。隠しアイテム、隠しアイテム。シュッ！ノーエンカウント。この人だ。あら、炎 Z。柿の試練達成、誠におめでとうございます。では。トンネルだ。
どうぞお通りください。キャプテン真央の試練の、場所はこの先8番道路から行ける、シェードジャングルですよ。3人おるのかここは。キャプテン多いね。今日中にこの島、この島をクリアしたいんだけどな。あとやっぱね、1日2時間が限界だな。仕事もあるし、さすがにそれ以上やるとね。これ何これ、入れる、何これ、いや忙しいのですいません。あー偉いね、偉い。あ、純也じゃねこれ。お、純也。いや、ヤドンの尻尾食べれるんだよな。ちょっと気持ち悪いよね。ちょっと気持ち悪いよね。これ、これ、もらえない、もらえない、もらえない。さよなら。エーテル財団だって。ちょっとなんか、怪しい匂いがするけど。あれ、なんだろう。あ、なるほどね。釣りができるんだ。釣れないなぁ。はい。な、何釣る？コイキング。コイキングはいりません。レベル13か。メスのコイキングいらん。いらない。ポケリフレしてる。うん。ああ、ここ取れると思ったんだが取れない。反対側だ。てか、ポケ戦ちょっと寄りたいな。ポケ戦寄りたい。ああ、ちょっと待って、まだ操作がおぼつかない。とりあえず魔剣館に死んじゃったから複数路を先頭に持ってとこ。よし、そこのあなた、アクロマ、いや失敬、私はアクロマという科学者です。研究テーマはポケモンの潜在能力は何によって引き出されるか。ポケモンの力を引き出すのは、そう、トレーナーとのつながり、絆。私はそう考えています。そう、あなたのように Z リングを通じて、そう、結ばれるトレーナーとポケモンに興味をそそられますね。そう、そういえばあなたの名前を聞いていませんでしたね。そう、エツさんですか。その名前も覚えておきます。では、出会いを永久にしてまたましょう。ありがとう！ニトロチャージ！炎技！嬉しい。うん。シェードジャングルの主ともいい勝負ができるでしょう。ありがとう。Z パワー。私を求めるものか。メガリングをもしのぐものか。ポケリゾートなるポケモンのための無人島もあるようですからね。アローラは面白い。しばらく滞在することにしましょう。それでは、エッツさん、またいつかお会いしましょう。な、左手、やめえよ、それ。話しながら、人と。それ、左手。人と話しながら、スマホいじってんのと一緒だからね、それ。やめとけよ。そういうとこ直せ、そういうとこ。気ぃつけた方がいいぞ。ちょっと待って、バック。ニトロチャージ。ニトロチャージ。おざましい。岩石封じは覚えさせておいていいよね。ガンプ、ゴンベも覚えるし、月光馬も覚える。うーん、まあ喧嘩にかな、ここは。ちょっと死んじゃってるけど今。そうなると岩砕きがいらない。はい、だって岩砕けないもんこれ。岩砕くのケンタロスだもん。だってね、じゃあいらないよね。はい、オッケー。
ちょ、ニトロチャージが使えないとなるとどうしよう。どうやって攻略すりゃいいんだ。困ったな。ちょっと待って、こっちから。さっきアイテム落ちてた。あった。大きな真珠。これは売却アイテムですよね。うん、売却アイテム。こっち。ジュニア、あれジュニアじゃね、あれ。ダメだ。これは避けきれないぞ。こういうことな。舐めるなよジュニア。知ってる知ってる。物理とか特殊とかのは知ってるよ。すごい傷薬。ちょちゃんとこうやってね、回避ルートを用意してくれてるところがね、優しいよね。大人向けの、大人向けに、まさに得手のようなね、その社会人、大人の実況プレイする人用に用意された道だね、これね。カゴの実。黄の実。黄の実って、黄の実だよね。ちょっと何言ってるかわかんないですね。ちょっと何言ってるかわかんないです。あれ欲しいけど、エンカウント恐れずに行け。ハイパーボール。恐れるな。まあ、何が出てくるかってのもね、見ときたいってのはある。何ぬいこぐま。ちょっと無理。ごめん。ごめん、ちょっと無理だわ。やっちまおう。まあ、ノーマルタイプだろうね。うん。ノーマル単体だろうな。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。なんだこいつ、怪しいやつ。怪しいやつ。あ、ポケセンある。回復しよう。お願いします。魔剣カニが、エテの魔剣カニが普通に負けました。はい。あ、違う違う、おっさんじゃない。もう今日はもう飲んだからいい。しゃあ、違うパターンだった。スタミーはシャーじゃないの。買いに行きました。モンボス、うん、変わ、特に変わってない。あー、シルバースプレーとかが増えたのかな。ビリリ玉とか。うん、何気ビリリ玉は初初見だったんだけどね。今威嚇がなんとかって書いてあるね。クイックボール、ダークボール、ダイブボール、スプリダー。まあ、必要ない。ちょっとお金はね、貯めとこう。技マシンがね、そろそろ攻撃タイプの技マシンのショップも出てきそうだしね。節約しようご。危な。トレーナーじゃん。ダイブボール。さらに、もう奥にもう一つ。こっち。こっちか。なんかありそうだよな。ああ。ジガルデキューブ落ちすぎ。ジガルデキューブのやつ落ちすぎ。え、なにあれ。え、気持ち悪い。うわ。ここだろう、絶対。え、あ、そうだ、ラプラスだ。乗れるんだよね、もう。あ、なんかある。あー、なるほどね。こうやって釣りしもしていけるし、こういうとこに、あ、そうだ、なんか
いかつい親子がいるわ。やめとこ。こっちはもう行き止まり。水の石、ありがとうございます。アイテムが落ちている場合もあるんだね。じゃあ結構ちゃんと見ないとね。目のクラゲだ。結構ね、目のクラゲね好き。意外とやっぱ初代シリーズ、なんやかんや言ってね、やっぱ初代シリーズが結構好きだな。うん、世代っていうのもあるしね。もう何世代も続いてるもんね、ポケモンってね。あ、ついた臭い。ジェシェードジャングル。下は、あ、下、あそこじゃん。もう下、エテが最初、ここ、下から上に上がろうとしたところ。結局行けなかったけど。ここに繋がった。ってことは、ここクリアしたらもう、この島は終了じゃね？行こう。マオタスを毎度今の毎度めっちゃ冷めてた。今の毎度。マウの試練の場、シェードジャングルへようこそ。やっぱりあなたとポケモン、素材の良さが光ってる。よし、手伝ってじゃなくて、試練にチャレンジしちゃいましょう。だってカプコケコに直接輝く石をもらったんでしょ。挑戦の資格ありあり。ジャングルの息遣い、そこから感じ取れる本日のおすすめは何でしょうか。決めました。マオの特別料理、その名もマオスペシャル。今回あなたに集めてほしいのは4つ。孫の実、小さなキノコ、復活草、奇跡の種です。小さなキノコ、はい。ほらほら、試練に挑むあなたに材料袋だよ。今回は材料採取クエストだね、今回は。集めてもらった材料、あなたのバッグに入れると混ざっちゃうもんね。材料を探すなら見えないものを見つけてくれるムーランドと一緒がいいよ。牧場で言ったでしょ。 B ボタンでムーランドサーチ繰り返すね。あなたに集めてほしいのは4つ。孫の実、小さな木の実、復活と奇跡の種です。けど言ってムーランドの使い方はまだいまいちわからんのだけど。まだ分かってないんだよな、ムーランドの使い方。まあとりあえずこれでちょっと探そう。それっぽいところ。あと、あ、これ、あ、いいんかこれで。小さなキノコ。大きなキノコが襲いかかってきた。チンコ。あ、すいません失礼。パラセクト、パラセクトは草、虫、ついばむ。570、うんま。よし、ゴンベ16。ちょっとゴンベ安らぎの鈴とか持たしておいた方がいいかな。マオです。小さなキノコいいよね。一部のマニアの間で人気が高い秘密は食べればわかるからね。残りの材料はあと3つ、もりもり集めてね。はい。夏季進化臭いよね、なんかそんな気がするわ。マオのスペシャルヒント、木の実が好きなポケモンがいるのだから料理に使わないとね。あれどうやって行くの、あそこ。スペシャルアップ、なんか待ち、ボタン押しちゃった。
あ、カマキリだ。今気づいたんだけどさ、このポケモンカリキリじゃん。ずっとカマキリだと思ってたんだけど、ちょっと恥ずかしいんですけど、前出た時も、あ、かわいい、カマキリ、カマキリかわいいって言ってたのに。確かに昆虫の名前そのままポケモンに使うわけないよな。さすがのポケモンもそんなことはしないよな。甘い蜜、甘い蜜は関係ない。あ、あったん。はい、孫の実、うん、魔王です。孫の実発見おめでとう。孫の実は大きいほど曲がって曲がって曲がるほどに甘くて美味しいの。残りの材料はあと2つバシッと集めてね。はい、ちょっと待って、上にあったさ、あれどうやったらいいんだ。あれちょっとファインダーが起動した、間違えた。やばい、かわいい、目に優しい、どういうこと、どういうこと、目に優しいってどういうこと。あと半分で1万だね。 OK。 あれ欲しいな、取れないわ。うーん、こっちか、どっちだ。迷子なりそう。もう若干わからん、もう場所が。ここはマウスペシャルヒント、ポケモンが地面に隠したタレは味わい深くなるの。これは怪力が必要じゃないか。今ケンタロス、あ、乗れる、来た。諦めんなよ。通路が、ただの通路ん。え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかないとおかしくない。あ、星の砂、これは関係ないのかな。ムーランドにしよう。この壊した後、ほら、やっぱり読み通り、あった、奇跡の種。うん、いい奇跡の種だね。栄養たっぷり、まさにジャングルの奇跡。残りの材料はあと一つ、ズバッと集めてね。ズバッと、ポケモンのズバッととズバリのそのズバッとをこの掛け合わせた真央ちゃん渾身のダジャレね。大きな猫、あとなんだろう、あとなんだ、なんて言ったっけ。おわ、おわ、真央ちゃんか、びっくりした。トレーナーが急に現れたかと思った。あと こっちかな。復活動は短いの、それに復活できるから料理に入れておかないとね。復活できるからどういうことや、どういうこと。すごい傷薬、どこ？あった、怪しそうな草だ。はいはい、これは復活草じゃない、よく見たらただの雑草だ。ふざけるなよ、ふざけんなよ。カリキリ、カリキリちゃん今度絶対捕まえるからね。カリキリはメスが欲しいな、オスはちょっとな。
炙り20、負けんかにも20。あ、これじゃね、短いって言ってたもん。復活そうだ、オッケーでも出てくるんだね、でも出てくる。借り切り。これな、試練クリアしてないから今は捕まえれないんだよな。てか野生のポケモンレベル高ない？エテがトレーナー結構無視してきてるからだろうね、多分だろうね、そういうことだろうね、単純にね。いい復活そうだね。ポケモンは、ポケモンも驚くほどの苦さが味に深みを出すの。おお、材料を全部揃えたんだね。よし、調理を始めるからジャングルの入り口に来てね。はい、気になる、何ここ。ラッキー、草結びはでかい。相手がでかければでかいほど大ダメージを与えるという草タイプの変わった技。しかも草タイプ属性じゃない、ポケモンも結構覚えられたりもする。まあ使うか、フクスロー。まあ葉っぱカッターあるんだけども、まあそろそろじゃ奮い立てるいらないか。うん、まあまあまあ、ここはね、技マシーンだし奮い立てるも必要とあれやね、また覚えさせればいいしね。よし、じゃあ入り口に行きましょう。大人なエテはリザードンを使えない。戻りまーす。リザードンを使って、そのマップのさ、左上に出てるポケモンセンターに飛んで、でそっからさ戻ってこようと思ったんだけど。ちょっと迷子になっちゃった、もん迷子ったもん。こっちだっけ。はい、お、得て、うん、材料は揃ったわね。あとは待たせた。真央さん、お元気ですか。太い骨と貴重な骨だ。いつものように美味しい水とゴツゴツめとお持ちしました。ゴツめくれよそれ。スイレン、カキありがとう。これで全部揃ったわ。さえて、主ポケモンを呼び出す料理を作りましょう。では集めてもらった材料のチェックね。孫の実、小さなキノコ、復活草、奇跡の種、うん、バッチリレシピ通りマオスペシャルを作れるわ。さあ料理で主ポケモンを呼び出すわよ。準備はいい？ OK。 かわいい。はい、水蓮、ひっくり返したゴツゴツメットに美味しい水を注いでね。ゴツメの使い方。孫の実、小さなキノコ、復活草、そして奇跡の種をぶっこんで、カキ、太い骨と貴重な骨貸してね。うむ、はい、えて、あなたは2本の骨で叩いて A ボタンを押して材料を叩いてください。砕いて、すりつぶして。いる、これ、エテが E ボタンを押すのいる？これ。鋭い視線を感じる。で、骨は貴重なタイプの骨は必要だったのか？なんだったら骨1個でよかったんじゃないか？ラランテス。ミミロップみたいだね。ミミロップのなんか、もっと
メルヘンバージョンみたいな。ミミロップとコジョンドを合体させたみたいな感じ。タイプが分かんない。草フェアリーと読む。手は。ついばむ。シザークロス、虫。虫フェアリーだとしたら飛行タイプで攻めれる。ポワルン、天気変える気か。ここはまずはね、ラランテスからガンガン攻めていこう。シザークロスがね、痛くないわけじゃないからな。もう一発で死んじゃうかな。耐えるかな。まだ耐えれるな。日本バレ、これ威力が、日本バレは炎タイプじゃなかったっけ。うわ、シザークロスの威力は変わんないよね。ちょっと待って、炎タイプになったらフクスロが危ういんだけども。29、耐えてくれ。光合成、どんぐらい回復すんの。結構回復しますね。結構回復しますね。ウェザーボール、火タイプになるよねこれ。今火属性だから耐えて。ちょっと待って、考えよう。月光が最終手段。虫タイプ、飛行技がある。ちょっと炙り一旦炙りで、しびれごな。違うよ、しびれごなをラランテス。先手を打てればね、光合成されても大丈夫なんで、とりあえずまひらせよう。先手で光合成打たれるのが一番厄介。積んだ。抜群。シュッ。そうなると、ゴンベはちょっとレベル低いから、真っ喧嘩に、電磁虫ちょっと一旦行ってくれ。アクロバット虫食い、火やからな。水タイプでちょっと月光側ちょっと最終手段、魔剣カニを出して一回ポアルン先倒すか。シザークロスマジでやめてほしいわ。一旦バブル光線でポアルン。ソーラーブレード、光を吸収した、やばい。ソーラービームのなんかやばいバージョンだわ。ソーラービームのやばいバージョンだわ。頼む月光が。水手裏剣をポアロン。マジ調子乗んなよ、調子乗んなよ。ほんと2、シュ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 、3、もう一回いけ。3回、まあ十分。ソーラーブレードは怖い、抜群なんだよな。月光がやられた、マジで罪。なっ、マジ危ないんだけど。一回ポワル元戻ったから、ここは飛行で抜群。おしおしおし
ソーラー外して。抜群急所パワーストーン、ふざけんなよ、ほんとふざけんなよ。何こいつらマジちょっと強いんだけど。で光合成するんでしょまた次。とりあえず月光が生き返らして、もうソーラーブレードのランブじゃん。もうここで月光がで、ここでツバメ返し、とりあえずこれで勝てるでしょう。うん、いい感じに削ったね相手が。こう、やばい、やばい、やばい、切れた。もう大人だって、大人だって切れるからな。大人怒らせたらそういうことになるから。もうちょっと作戦考えます。おこだわ、もう容赦せんから、容赦せんから。ま、そういうこと。ま、そういうこと。はい、一発は耐えるから。うん。
残念だけど、残念だけど一発は耐えちゃうから、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちょ2回行動すんのは聞いてない、ずるい。それはさっきと違うパターンはやめてくれ。さっきと違うパターンはまあ関係ない、そんなん関係ない、そんなの関係ねえ、そんなの。まだラッキー調子乗んなよ。なし崩し、いいね。なし崩しはノーマルタイプ。相手の能力変化に関係なくダメージ。どうしよう。威力70でタイプ1は結構ね、ありがたいんだよな。特防上げんのもね、なんやかんや、特防で受ける、その、受けるのもで、受けポケとしてね、回れるしね。そうなるとやっぱタイプが全然違う。威力も低いゴーストタイプ、罰せさせるか。ゴーストが来たらね、驚かす持ってる得手の御三家のフクロウちゃんがいるから。なんだ貴様、最後っぺが死ねえ。スロー26。うわー、ちょっと苦戦したわー。今のラッキーじゃん。失礼。やっぱね、実況取り出すとくしゃみが出る説はやっぱあるわ。ちょっと得て強いじゃなくて強すぎるよ。いや負けたよ一回、結構ラッキーパンチで勝ったよ。主ポケモンはあっさりおとなしくさせちゃうんで、あっさり見てた、ちゃんとちゃんと見てた。火山公園でも自慢の炎入刀を打ち破られた。私が丹念に鍛えた弱したちにも倒されました。じゃあ、アーからの試練3つとも達成なんだね。その中でも大変な魔王の試練を見事にこなした。すごい、あなたにこれを。草 Z だね、多分だよね。試練達成。エテは魔王から Z クリスタルを受け取った。草の全力ポーズはクーサーだからね。クーサー W。 はい、達成した相手に、シャー、シェードジャングルのポケモンたちを育ててほしいな。ほら、これあげるよ。ネストボール。サンキュー。10個。あれ、ラランテス料理を残してる。ほら、カキもスイレンも食べて食べて。それでは、ペロッと。かわいい、スイレンちゃんかわいい、普通に。普通にかわいい。貴重な骨のフレーバーが口の中広がって、ほっぺがとろけるだけでなく舌がしびれて。え、これは水。え、どうしたのみんな、ちょっと待ってよ。何、大試練のためライチさんのところに行くの。どういうこと、どういうこと、
あ、そっか、試練は終わったけど、あれなんだね、そのクイーンだ、クイーン倒さなきゃいけないんだ。なんだか甘い香りが漂っているぜ。魔王のスペシャルメニューかな。魔王の試練達成だろ。よし、僕からプレゼントだ。必ず攻撃が当たるスマートフォンの技マシンだぜ。スマホ？スマホ？いろんな発見体験が君の冒険を、彩るからね。島巡りの一環として見てほしい施設があるんだ。空間研究所スパーク、スパークで行こうぜ。え？得て、まずはアーカラ島、アーカラ島3つの試練達成おめでとう。次はいよいよ島クイーンライチさんの大試練だね。ライチさんは岩タイプポケモンの使い手、シェードジャングルで草タイプのポケモンを捕まえるのもいいね。大試練の準備を終えたら、空間、研究所においでよ。草タイプだったら燃えているよ、もう。空間研究所は、6番道路を抜けた先にある。何があれ、何かあればロトムに聞くといいぜ。空間研究所に行かないとって感じか。島クイーンの前に。分かったから分かったから、マップを見せて、マップを。どこ？下の方な。じゃあ空飛ぶで飛んじゃおうかと思ったけど、ちょっと録画時間が1時間超えてしまいましたので、ここで1回区切りたいと思います。もう1時間撮っとくか。いや、次撮ったら、いや、なんとしてもここだけは今日中にクリアしたいんだ。やろう。うん、やろう。今日は寝不足でもいい、明日休みだから。よし、じゃあ一旦ここで区切ります。社会人による大人の実況プレイ、ご視聴ありがとうございました。